皆さんこんにちは。ニュースキャスターの島村シャルロットです。2018年9月1日のニュースをお伝えいたします。今日のトップニュースはこちら。本日はハニーストラップのメンバー蒼月絵里さんの誕生日だそうです。お誕生日ということで、様々なところからお祝いのメッセージが届いているということです。ご覧ください。よかった、つながった。エリー、お誕生日おめでとう。エリーの歌声は本当に素敵よ。誰にも負けない。私はエリーに出会えて本当に良かったって思ってる。リクエストの曲も歌ってくれてありがとね。正直震えたわよ。泣いちゃうかと思った。お誕生日おめでとう。これからも仲良く頑張りましょうね。困ったことがあったら、いつでも相談してね。あ、そうだ。今、私は、ここにしか咲かない花を、探しに来てるの。ちょうど見つけたのよ。バラの花。早くエリの元に届けに行くわね。待っててね。お誕生日おめでとう。大好きよ、エリ。エリちゃん、お誕生日おめでとう。シャルは今、ヨーロッパにいます。国名は言えないけどね。そして、なぜヨーロッパにいるかと言いますと、さっきまでエリちゃんのプレゼントを作ってもらっていました。もちろん、オーダーメイドだけどね。そして、出来上がったのがこちら。そう、腕時計。腕時計の贈り物の意味としては、一緒に時を刻もうという意味も込められています。ハニストのメンバーとしてこれからもずっと仲良くしていこうね。そして誕生日がとってもいい誕生日になりますように。はーい、僕は本日、僕の頭の中に来ています。今日はエリちゃんの誕生日ということで、エリちゃんにメッセージを伝えたい人格がいるみたいなので、早速その人格に変わりたいと思います。エリ、お誕生日おめでとう。いつも素敵な歌をありがとうね。歌を歌ってる時の、可憐でかっこいいエリや、普段のちょっと子供っぽくて可愛らしいエリも、どっちも大好きよ。これからも人間たちや私たちに、たくさんの素敵な音を届けてちょうだいね。それじゃ、素敵な一年になりますように。とのことでした。僕からもお誕生日おめでとう、エリちゃん。大好きだよ。エリー、お誕生日おめでとうございまーす。スオーパトナでーす。私は今、モルディブの海の中にいまーす。そしてこれが、エリの誕生日プレゼント、取ったのー。エリは、ハニストラップの中でも、一番繊細ね。機械が弱くて、でも素敵な歌声を出す、ハニストラップの歌姫だと思ってます。これからもハニストラップを一緒に大きくするために VTuber 一緒に頑張ろうね。お前は俺たちの翼だ。じゃあこれ持って帰るから飛ぶよね。あ、待って、待って、サメ先輩、サメ先輩来た。あ、やべえ、やべえ、やべえ。あー！大事なこと言い忘れちゃった。エリ、大好きだよ。ずっと仲良くしようね。以上、現場からの中継でした。いやー、蒼月絵里さん、やっぱり皆さんから愛されてますね。おっと、こんな時間だ。それでは今日のニュースはここまで。
それでは、おつはにー。